ためにやってる。家族仲間のためにもやってる。誰のための人生って聞かれたら胸を張って言える。自分のため。レイは昔からな、生きてたからな、なんかライブ用を見る機会があってさ、あれやなんかタイミングって、進化してんのを見てるアーティストやから、見せてくれてる、刺激くれてるアーティストやから、であれかな、いつかやれたらいいなと思ったから今回、仲間のためにもな、これからの俺らのためにも、今このご時世やんけ、なギスギスしてるやん、さらっと分かりやすく楽観的に、なんか伝えればいいかなと思って作りました。間違いないラガとできて、まあ間違いないラバとね、ラガとラバでいいじゃんな。レイも頑張ってるやんけ、ビデオで言うてんねんから、みんなあいつが全然準備できてなかったらみんな言うたってくれ。でもいつもあいつはできてるやつやな、ほんまに、どこの場所でも、どんなフェスでもあげれるし、どんな場所でも、こんな小規模でもバッチリあげれるやつやから、昔からやから、まあ例の進化見といて、ビーレディやって、バルアンドラブエイヤエイヤ、なんやろ、おどおどしてたね。おどおど、なんかお願いしますって聞いたけど、お願いしますってことなんで、はい、お願いしますっていう感じですかね。慎吾くんレイ自体も多分初めてやったと思うんだけど、意外とハマってたなって感じはしましたけどね。まあでもやっぱこう、まあ、この曲バースかなりやっぱいいんでね、まあバースちょっとみんな聴いてもらえたら、やっぱこうなんかこう背中押されるようなね、感じがするんじゃないでしょうか。まあどんどんこう着実にこう一段ずつ上がってきてるなっていうイメージですかね、まあ、そろそろもう10段飛ばしぐらいしてね、ドーン行ってもらわないと。まあワンマンライブはね、当日来た人しかわからない面白さがありますから、まあ来られへんっていう人もやっぱ中にはね、いてると思うんですけども、まあそういう人はさっきも言ってました、慎吾西成レイ、レッドスパイダーの楽曲がありますから、まあ、それ聞いて来れるタイミングで来れる人はまた待ってます。はい。